浦部喜太郎浦部喜太郎から1942年11月13日は日本の弁護士、政治家、衆議院議員、中央大学理事、東京弁護士会会長、東京弁護士会常議員会議長などを歴任。続籍は埼玉県平民。1868年、埼玉県小玉郡沼和田村に生まれた、浦部喜平の長男で、 仙台勤の養子である。幼くして礼利であり、よく物の利義を悟った。小玉中学校を卒業した。18歳の時、埼玉県市範学校において、小学校教員試験に応じて休大し、埼玉県小学校訓導に任せられ、本庄小学校に在勤した。1887年、家督を相続した。1888年上京し、 イギリス法律学校英語法学科に入学し、法学を研究した。1890年7月に優秀な成績で卒業した。学籍優等のため商店及び法上を受けた。1890年9月に大言任試験に対策して合格した。1893年3月より、えぎただしと共に東京法学院で発行する。 法学新報の編集職託を受けた。1895年11月以来、奥田義人、江木忠氏等と共に、同院で発行にかかる、行政裁判所判決録編集に従事した。同志と、広告クラブを組織し広告と称した。弁護士の業務に従事した。北郎が担当した名高い事件として、足尾鉱毒事件、シーメンス事件がある。また、 関東大震災後の混乱に生じた本庄事件の裁判において主任弁護士を務めたのも北郎であった。1908年5月、埼玉県軍部より押されて衆議院議員に挙げられた。また、新海国民党に所属した。しかし、新編の事情により大義士生活はこの一気にとどまった。1920年、 東京弁護士会常議委員会議長、1921年、東京弁護士会会長に就任した。また法律取調委員に任命された。北郎は、東京放送会の代表的人物となった。1934年に軽い節後炎に侵され、入院した北郎は、その後、病状が悪化し、8年後の1942年、 大宮日赤病院で75歳の生涯を閉じた。墓所は沼和田宝臨時。人となりは勝たちであり、豪胆、そうして非常に知略に富んだ。民権自由を衝動して関係の圧迫に屈しなかった。義にはつく、情に深いために上下の辛抱があった。埼玉県在籍。住所は埼玉県小玉郡朝日村。 東京市神田楽台所町。ありがとうございます。